さあ2試合目始まりました。2試合目は遅れて和田さんとけんちゃんが来たので、堀さんと和田さん、けんちゃん、キーパーが手塚さんと坪さんです。暗くて見えてるのかな。なんかさ、見えづらいよね。なんかライトが欲しい。うん、なんか光が反射しますね。うん、やってる人もボール見づらそう。お、和田ちゃんカットして、お、自分で言ったけど残念。キムちゃん、おお、相手チームグイグイ行きます。スーホさん、和田ちゃん、堀さん、手塚さん、堀さん、坪さんが抜いて、シュートから、キックインですね。あ、違った。コーナーだ。見えづらいからとりあえず人の名前入れとこうかな。そうですね、堀さんカットしたけど、すごい嬉しい。和田ちゃんカットで相手のキックインです。危ない。カットして、けんちゃん、惜しい、坪さんに。けんちゃんいつも黒のシャツ着てるイメージがあるから変な感じ。なんか新鮮だね、白の。おニューでしょうか。おニューでしょうか。ナオキングの帰りにアクちゃんと一緒に買い物に行ったらしいです。お、どこだ？スタバスポーツだっけ？フットサルシューズ買おう。どうしてもあの24歳組は仲いい。おお、押し込んだ。ケンちゃんナイス。山本選手。堀さんのシュートが弾かれたところを最後押し込みました。いいよ、いいね、いいね。流行っております。いいね。ああ、手塚さんから堀さん、スルーしたけど、どうですか。あれ、ボールが分かんない。ボール、あった。これ、画面見てるとボール見失いますね。うん、マイボ。手塚さんのキーパーはそれにしても安心できるな。ねえ。ちょっといつ上がっていくのかというのが楽しみですな。お、堀さん、坪さん、まあ、惜しい。
上に上がったボール、ケンちゃん、あー、堀さん外して残念。スボさんない、お、ハンド取られましたね。残念。お、交代するか。 A ちゃんなんかサイドラインに迫っていきます。マイボー、マイボー。何が起きましたか。あ、なんだ、ぼやけ、めっちゃぼやけてる。このハイファールで、あれ、ジェッタさんがすごい上がっている。